本日はですね、8日初公判が行われました2016年に起こった相模原障害者施設殺傷事件についてお話しさせていただきます。なぜこのような事件が起きたのか、改めて事件の内容をお話していこうと思います。2016年7月26日、神奈川県の相模原市緑区にある知的障害者福祉施設津久井やまゆり園にて1人の男によって19人が死亡、26人が重軽傷を負った事件。この事件は戦後最悪の大量殺人事件として世間を騒然とさせました。この事件の犯人である植松聡容疑者、この男というのが元々この福祉施設で働いており、殺害動機に関して知的障害者は不幸を作るから安楽死させるべき、こういった思想から殺害に至ったと供述。そしてこの事件があらわになって問題視されたもう一つの問題として、それがこのネットでした。ネット上ではよくやった、遺族は面倒見きれないから施設に入れたんだろう、感謝すべき、ぶっちゃけ税金を食い潰すだけの奴らを処分した英雄などですね、命が失われた人がいたのにもかかわらず一部ですね犯人を称えるような声が多かったんですね。ではなぜ犯人をヒーロー視する声が多かったのかというのを詳しくお話しますと、犯人の主張です。知的障害者を理由に裁かれないという事実、障害者の犯罪率の高さ、彼らが家族や周囲に与えるであろう苦しみ、遺族は障害者の家族だと世間にバレることを嫌がった、職員が置かれている過酷な労働環境、18時から翌朝8時半まで働き、休憩はたったの2時間、知的障害者は本当に生きたいと思っているのか。これ結局何が言いたいかと言いますと、知的障害者を理由に事件を起こしても裁かれない人が許せないから日本を変えたいという思いで殺害という道を選んだということなんですね。この浅い狂った思想に勘違いした人らが一部英雄扱いしたんですね。殺害されて傷を負った人らのほとんどはそういった責任を問われない犯罪をしていたとは限らないですよね。こういった社会問題の主張っていうのは別の形で伝えるべきでしたよね。これがね、人を殺していい理由には絶対ならないですよね。さらに犯人は勾留中の面会では反省する素振りっていうのは一切なく、人でないから殺人ではない、知的障害者は動物以下とね、独自の持論を展開させて、犯人は自己愛性のパーソナリティ障害なのではと思われていたんですが、検査の結果至って普通の思考だったんですね。